ピアノのメンテナンスと静音を行っていきます。ピアノの底についているこのネジを外しますと、キーブロックという部品が取れます。左側にはこのようにバネがついていまして、それを先に外してから鍵盤の蓋を取ります。そしてピアノの上にアクションを乗せるので毛布を引き、そしてアクションを上に乗せてから解体します。ものすごい重いんですよこれ。はい、これで今鍵盤押さえを外しているところです。この鍵盤押さえの位置などによってもタッチというのはとても変わります。またそれはまた後日動画にしてみようかなと思います。アクション部分を取り外します。そうしないと鍵盤が外れないんですね。その鍵盤の下なども掃除をしたくて、今回は全部外して掃除しました。鍵盤を外します。こんな風になっているわけですね。はい、そうしたら掃除機でゴミを吸っていきます。だいたいこれ2年前ぐらいにこの作業を1回やっているんですけれども、またこんなに溜まってますね。いやー汚い。はい、だいぶ綺麗になりました。そしたら今度はキーのピンを磨いていきます。この作業はですね、結構頻繁にやっているんですけれども、この作業をすることによって鍵盤がスムーズに動くようになります。今こうやって触っていますけれども、ツルツル加減が変わるわけですね。はい、これは汚かった時外したままの状態ですけれども、これだけ汚れていたのがここまで綺麗になりましたね。鹿側もこんな真っ黒になっています。はい、そしたら今度は途中で気づいたんですけれども、この画面右側に見えてる、そう、あのフェルトがないんですね。これどっか行っちゃったんですね。なので、まあ、本当は同じものがいいんですけれども、とりあえずまあ他のフェルトを貼って、まあ、位置がね確保できればまだいいので、後で変えますけれども、とりあえず入れました。そして今これはウィペンという部品を取り出したところです。ここにもものすごいホコリが溜まっています。そしてこの次、これがすごいホコリが、クッションでも作るのかってぐらい溜まってますね。これはですね、キャプスタンスクリューと言います。それを鹿革で磨いています。これによってもものすごくタッチが変わるんですね。はい、今ハンマーを戻したところです。そしてこの弦の上もホコリがものすごく溜まっているので、ここも掃除します。ここはね結構頻繁にやっているんですけども、やっぱり溜まりやすい場所ですね。はい、これは調律をしています。静音をする前に調律をしておくというのがとても大事です。そうでないと正確な静音ができないんですね。この中でどこが音が硬いかということを探していきます。そして硬い音にこのように付箋を貼って印をします。イメージの図なんですけれども、左が理想的な形のハンマー、右が潰れてしまったハンマー、弦との接触点が平面になっていますね。今この楽器もちょっとそういう傾向があります。まあ、全く平面ではないですけれども、それを先ほどの左の図のようなハンマーの形に仕上げていきます。これはまあヤスリを使って削っているんですけれども、もちろんあんまり削ってしまうとハンマーが小さくなってしまいますから気をつけながら削っています。そしてこれは針を刺しています。先ほど印をした硬いなと思った部分の音を針刺ししてフェルトを柔らかくしていきます。これがいわゆる静音ですね。静音が終わりましたら、次は
ノクターンの第2番を使って静音前の音、そして静音後の音を聞き比べていただきます。静音した後の方が音に色があると言っていいでしょうか。すごくこう伸びのある音です。そしてタッチの違いなどがとても明確に現れます。ご視聴ありがとうございました。